最近の満喫ってすごくて。いや、いいや、その話。なんか、びっくりしたんだけど、無料でネイルやってくれるらしいぞ。ちょっとマジでそれ。なんか女性に優しすぎない？最近の満喫。ネイルできんの？満喫。いや、ただで。ただで。いや、嘘だ、ただそれ。いや、マジなんだって。なんで満喫ってさ、なんか女性に優しいの？いや、女性が来ねえからだよ。ああ、甘えがしい。ちゃんとなってんだよ、商売だから。男全然優遇されるね、そう考えたら。確かにな。ネイルやってくれるの？うん。また出発するときにいい気持ちになるってこと？満喫から出発するの、女性って。いや、知らんけど。スタート地点。出発するときあるだろ、わかんないけど。満喫から？うん。満喫からどこに出発するの？家じゃねえよ、それ。入れ替えるんじゃないの？え、満喫から爪切れになって帰るの、そいつ。その後予定ないのに髪の毛めっちゃ床屋でセットしてもらって家帰るってもんだもんな。じゃあワックスお願いします。そうそう、最後なんかつけますかって言って、ああじゃあワックスとスプレーって、はい、バキバキにして家帰ってシャワー浴びて。だからそのでも多分いるな。でも家帰るその女性も帰って一番最初するの手洗うでしょ。うん、手洗いが絶対するからな、そういう人は。満喫汚いから。満喫の漫画がめっちゃ汚いから。いやお前満喫の漫画汚い話すんだよ。めっちゃ汚いだよ。最悪だろ。トイレより汚いから。いや満喫の漫画トイレより汚いんだ。あ、そうなんだ。じゃあ満喫のトイレが一番汚いじゃん。いや満喫のトイレめっちゃ綺麗だ。なんでだよ。なんでそこパラドックス生まれんだよ。おかしいだろ絶対。いや満喫はい終わりました。集中力を乱されそうになりながらもなんとかじゃあ行きます。じゃあこれぐらい、これ普通に。いやそんな面白い。いや満喫のトイレより調子目だ。じゃあいいですかね。あ、つけた。そんな綺麗なんで今超面白いな。満喫漫画綺麗にしろよ。いや満喫トイレ掃除しねえで漫画綺麗にしろよ。じゃあおもろ、なんでやつトイレ掃除してんだよ。商売でも綺麗にしねえ。なんかもうおかしくなってんだよ、多分。昨日24回やったら。泣いて。ああ。もう気づかんけないやつ。いや、もうやめろ。ちょっとしないと。いや、もう今面白い。なんか、気持ちが。いや、この動画のコメント欄どうなんだよ、お前。ツボ、なんでツボってんのって。何にツボってんのって。1年に3回ぐらいあるやつ、今日来ちゃった。変なやつで。